形ができてきたんで、板のね、色をつけていこうと思います。240番のヤスリで削っていきます。まあ、だいたい目に沿ってかな、こういう風にバーって、ヤスリがけしました。結構ね、滑らかな感じになって、小さい傷も結構あったんですけど、うん、結構ね、綺麗な板になりました。これで色をつけていこう。で、使うのが今回これブライワックス、うん、これをね、塗り込んで最終拭き取りしていくような感じになります。ブライワックスの中身がこんな感じの液体ですね。中20度で液体になるらしいです。冬とかは固形なんですけど、夏とか塗るときは液体で塗るんで、多分ムラが結構出ちゃう可能性がありますね。塗るときはなんかスチールールとかがいいらしいんですけど、ないんで今回激落ちくんで、ちょっと今まだ小さめにカットしてるんですけど、これで塗り込んで試しで塗っていこうかなと。一回色を見てみて、良ければこれを全部家全体に塗っていきたいなと思います。ちょっとつけて、おお。やっぱね、糊使ってたとこは綺麗に残っちゃいますね、染み込んでた時にね。だからやっぱりもっとヤスリがけして表面に糊がないようにした方がいいんでしょうね。屋根にも塗っていきましょう。こんな感じかな。家の方も塗っていきましょうというところで、まあ、窓が汚れちゃダメなんで、こういう風にテープ貼って、で、まあ、ブライワックスがねつかないように貼ってます。で、全体を240番のヤスリでバーッと削って、まあ、大体手触りは良くなったんで、これちょっと色つけていきます。